ックシーズンで、しっかり代表に入れたことは、まあ、誇りに思いますし、まあ、でもそれは僕にとってのスタートなだけでゴールではないので、次は結果を出すことを意識して頑張りたいです。そうですね、やっぱ唯一足りなかった全日本の優勝というピースが埋まったので、世界ランキング国内の結果、これでやっと真のエースになれたなっていう気はするんですけど、やっぱりここですぐ行われる世界卓球でもエースらしい活躍をしないとまだ自分に納得できないと思うので、やっぱりここでしっかり毎回全勝する、2点取るって気持ちを持って、前回大会は予選で1回負けてしまっているので、やっぱりこう今回はそういう取りこぼしもないように頑張っていきたいと思っています。初めてですね、確かに。ついに最年少ではなくなって、まあ気持ち少し楽ではあります。やっぱり松島も本当に年はまだ16ですけど、風格、オーラ、プレースタイルっていうのはすごく僕たちと近いものがあるので、やっぱりまあ今回をきっかけにこれから活躍していってほしいなと思います。やっぱりメダルは絶対目標ではあるんですけど、やっぱりそもそも代表権を獲得しないという話になってこないので、やっぱり最低でもベスト8、最低というかもうベスト8は、取らなきゃいけない、入らなきゃいけない。そのために予選は1位通過しないと、2位通過した場合は中国とベスト8って当たるかもしれないですし、ドイツ、フランス、韓国と当たっても、いいことはないので、やっぱりまずは1位通過してベスト8に入って、そこから上を目指すというのが、まあ、いつもとは違う世界卓球になってくるのかなと。嬉しいですね。もうあの日も僕も待ちわびてましたし、本当にびっくりって気持ちも強いですね。本当にパリに間に合うんだっていう、驚きもありながら、それでも一緒にパリでプレーできるっていうのはもうこれ以上ない喜びかなと思います。そうです、本当に妹の活躍は純粋にもうファンというか、本当に 100% 喜べてました。自分が勝てないからといって悔しいなっていう思いにもならず、妹は妹で 100% 応援できるので、それを刺激に思いながら、自分も頑張らなきゃっていうパワーに変えられたので、本当に妹の活躍っていうのは僕のパワーに